一番良くないのがダイエットを長く続けることです。ダイエットを長く続けていきますと代謝が落ちる、熱が下がって体温が減って脂肪が燃えなくなる。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回は食事を変えるだけで痩せられるのかどうか、それについてお話したいと思います。まず食事を減らせば痩せる、これはもう当然のことように思われますけれども、食事を減らしているのに全然痩せないという人結構多いんじゃないかと思います。すごい食べてるけど痩せている、全然食べてないのに太ってしまう、そういう悩み結構あるんじゃないかな。これはですね、もちろん体内における代謝の違いになります。まあ、代謝といってもいろいろあるんですけれども、一つのポイントとしましては褐色脂肪細胞。この褐色脂肪細胞は何かというと体温を担っています。まあ、寒くなると震えて筋肉が震えて熱を出すんですけれども、それとは別にですね、震えないで体温を出す経路もあるんですね。それが褐色脂肪細胞の働きです。これはどうなっているかといいますと、食べたものがエネルギーに変わってきます。エネルギーというのは人間の場合 ATP なんですね。で、 ATP が熱に変わるんです。 ATP はエネルギーに変わるんですけれども、エネルギーにならなかった分は熱になるということです。じゃあどういうことかと言いますと、ダイエットしてるとエネルギーが減ります。ということは熱に回せる分が少なくなっちゃうということですね。いっぱい食べてるとエネルギーがいっぱいできます。でもいっぱい食べていればエネルギーだけでなく熱も増えるということになります。熱が増えるとどうなるかというと体温が上がります。でもダイエットしてエネルギーが少なくなると熱が減ります。体温が減ります。体温が減るというのはその時にエネルギーができていないということになります。つまりどういうことかと言いますと、食事をどんどん減らしていきますと熱ではなくエネルギーの方に回ってしまう。食事を減らすとどん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 エネルギー減りますよね。でも活動している以上エネルギーはキープしなければいけません。となりますとエネルギーの方に熱がいってしまう、その分体温が下がってしまうということになります。これが食事を減らしても体温が下がることによって痩せられない理由。つまりどんどん食事を減らしても熱が減ればその分エネルギーになりますので、そうすると体脂肪を燃やすことができないということになっちゃうんですね。じゃあどうすればいいかと言いますと、一時的に食事をしっかりとる、これが大事になってきます。食事をしっかりとって熱もエネルギーもいっぱい作る、そのようにすることによってエネルギーがしっかりできて熱もちゃんと増えて代謝が元に戻るということになります。一番良くないのがダイエットを長く続けることです。ダイエットを長く続けていきますと代謝が落ちる、熱が下がって体温が減って脂肪が燃えなくなる。どん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 減らせば減らすほど、食事を減らせば減らすほどエネルギーを作ろうとしますので熱がどん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 減ってしまうということになってしまうんです。じゃあそれはどうすればいいかと言いますと、まあ、今お話した通りちゃんと食べてまず代謝を戻すということと、あとはその褐色脂肪細胞をちゃんと活性化する、これが大事になってきます。褐色脂肪細胞、今お話した通り体温を担っています。ということは寒くなりますと褐色脂肪細胞活発になるわけです。体温作らなければいけない。冬になりますと寒くなります。寒くなると褐色脂肪細胞頑張って熱を作ろうとします。それが代謝が上がる、つまり冬の方が代謝が上がって痩せやすいということに本来はなります。それと同じように、例えば夏であっても冷たいシャワーを浴びる、あるいはアイスバスですね、冷たいお風呂みたいなものに入る、そうすることによって褐色脂肪細胞元気になります。そして代謝が上がる、摂取カロリーが少なくなってもそのように体を冷やすことによって褐色脂肪細胞元気になって代謝が元通りになるということがあります。他にも同じようなやり方があって、 BCAA、 これは最近分かってきたんですけれども、 BCAA を取ることによって褐色脂肪細胞のエネルギーが高まるということが分かりました。他に唐辛子とかに含まれるカプサイシンですね、あとは緑茶のエキス、そのようなものも褐色脂肪細胞を高めて体温をしっかり作ってくれます。代謝を上げてくれて痩せやすい体にしてくれるということがあります。そのような唐辛子ですとか緑茶とか、あと BCAA、 そのようなものをしっかり摂ることによって、まあ、食事を変えるだけでも痩せやすくなるということが言えてくるんですね。
まあ、むやみに摂取カロリーを減らすのではなく、今お話ししたような褐色脂肪細胞を活性化するようなものを食事に取り入れていく、これが健康的に痩せていく秘訣となります。それでは Q&A の方に移りましょう。腸内環境が悪いと脂肪燃焼またはダイエットに影響出ますか。ちょうどいい、タイミングなんですけれども、よく糖質制限で痩せられないという人がいるんですけれども、これ腸内細菌のバランスによっても変わってくるんです。まあ、腸内細菌大きく3つに分けることができます。腸内細菌としてはバクテロイデス、プレボテーラ、ルミノコッカス、この3つに多く分けることができるんですけれども、バクテロイデスというものが多いと糖質制限がうまくはまります。逆にプレボテーラというのが多いと糖質制限してもあんまり痩せられないんですね。これどういうことかと言いますと、普段から穀物をいっぱい食べている人はプレボテーラが多い、糖質制限が体にうまく合わないんです。うまく痩せていくためにはバクテロイデスをうまく働かせていく、増やしていく、これが大事になります。でプレボテーラが多い人の場合はローファットですね、糖質制限よりも脂肪の方を減らすようなダイエットの方がうまくはまっていくということになります。ですので腸内環境これが悪いとダイエットできないというわけではなくて、腸内細菌のバランスによって自分に合ったダイエットが変わってくるということになります。普段から糖質をあまり取らないような欧米型の食事をしている人はバクテロイデスが多い、糖質制限がはまりやすい、普段から穀物をいっぱい食べて糖質を取っている人はプレボテーラが多い、ローファットの方がはまりやすいということになりますので、このあたりを意識してダイエットを考えていただければと思います。はい、今回は食事を変えることによってダイエットをうまくする、そしてダイエットと腸内細菌の関係についてお話しいたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。